こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ソルトさんのところで多分限定、1日限定、2日限定忘れたけど、限定で売ってたペーパーをドーンと、いく何枚だろう、多分200枚以上購入しましたので、そちらの購入品紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。でも大変重たい、あのレターパックプラスがこんなに重いとは、まあ4キロまでいいって書いてあるからねこんなに重たいとは思わなかった。どうやっていこうかな、順番にいこうかな。はい、じゃあセンキューっていうソルトさんのこういうの入ってます。これちょっとこう溶けといて、ちょっとお茶飲むね。すごいね、お花のペーパーがいっぱいあって、本当はこう欲しい種類を全色買いしたかったんやけど、そんなことしたら多分500枚以上買ってしまいそうな勢いやったで、とりあえずピンク系だけこう抑えてったっていう感じで、たまにこうねカラフルに可愛くの、可愛くの、可愛いのも買ってます。あ、もうこれ子供がいかせてもらいます。こういうのでよいしょ、裏は裏っていうか裏側はこういう感じの縦柄のお花の柄になってます。可愛いな本当にあ、違う違う、これサンキューって書いてあるんで、これちゃう、おまけでくれたやつちゃう、もしかして、もしかすると、もしかしてここに、ここにこれサンキューって書いてあるで自分で買ったのかどうかも覚えてないけど、これはこんな感じ、サンキューのやつです、サンキューのやつですって、どういう説明、後ろリボンです。あ、だからここに入ってます多分。そうサンキューでね、つけて持ってあるのはあのくださってるやつだと思う。あのちゃんと届いてる時にね、ちゃんとあの買ったものが届いてるかってちゃんとチェックしとるもんで、間違いはないです。はい、続きまして、じゃーん、いちごのね、このかわいいチェックの、もうかわいいとしか言わない裏はこんな感じで、どうしたらこんな感じで見えるの、ちょっとデカっとりでごめんね、ちょっとラグしたいもんね堂々と言うだけ。すみません、ドドン、ひまわりきたーみたいな、夏みたいなね、ひまわり大好きねけどね、あ、まあ、か一番好きかというと、そういうわけでもなくね、好きの中の一つってことね。後ろは意外にシンプルな、ここ緩急、緩急っていうのかな、まあ、こうね差があっていいかなっていう、私的には。これは白っぽい感じの、画面いっぱいに見せるなんてね。裏はピンク、まあピンク系ってことですね。ちょっと待って、上下逆に見せとるかもしれん。そうかもしれん。ごめん。あ、でもこれは合っとるよね。サンキューついとる位置からすると。なんとなくこれは逆に 見せたかな。あ、でも、あ、危ねえ。袋の向きが一緒やで、いいんじゃねえか、もうきっといいよ。きっといいよって。ただ次は逆のような気がする、私。あ、ほんとだ、袋が逆になってたわ。ごめんなさい、これで逆に自分が入れてただけだ。次、こんな感じ。ピンク。かわいい。裏は、ブーケー。で、裏は、こう向けたね、こう向けたからな。よいしょ、こんな感じです。そして次が、今度ちょっとお花じゃないんですけど、お花じゃない、お花なんだけど、お花だけじゃない、全体的に見たかな、こんな感じ、いい感じ、すごくいいよ。チキンラーメンの曲やつこんな感じです。お花はお花でもね、その花ばっかりじゃないお花も、なんかね、なんとなんかに出展したやつとか、なんかいろいろあったの、いろいろあったので、なんか要は出展で、ね、あの
売ってる期間が決められてて、その間に買わないともうパッて消えちゃうから買えなくなっちゃうね。言い方がおかしいかもしれないけど、ちょっと待てよ、あー、なんでもない。これはもうピンクピンクしてて可愛い、いかにも好きそうなお花で、裏ね可愛くない、このちっちゃいバラちゃん、だからね、どっちも可愛い、いいの。これは2色買っとるのもあるのかな、これに色が違って、なんかね、イメージ的にはなんていうの、グレーって感じ、ブルーグレーグレーグレーかな。色調がおかしいよ、私色盲ではないんやけど、なんていうの、色覚異常か、なんていうの今は分からんけど、うん、ではないと思うんやけど、ケンカで引っかかったことないや。だけどたまに何色って言ったらいいか分からん時があるね、うん、で私のイメージ的にはモノトーン系に使えるなと思って買ったの。続きまして、またちょっとね、絵柄がいろいろ入ってる、かわいい、かわいい。こういうのも好きだ、すっごい好きだ。ね、なんかね、結構ね、私、いろんな皆さんにイメージを持ってもらってるみたいだけど、かわいいのしか買ったんとか、あと、ずっと、去年から、シンプルかわいい系のペーパーしか買ってるんだもんで、そういうペーパーが好きって、思われてるみたいだけど、もともとは違うの。コラージュなんて妖精の時代は、普通にペーパーが可愛いのを好きやった。シンプルだろうが、いっぱい絵が入ってようがね、こういうのも雰囲気ええやん、こういうのも好きなの。なぜかっていうと、コラージュ用線だもんで、これも可愛いな、コラージュ用線もね、ペーパーのデザインが私のデザインやったのかな。なんて言うの、そのまんまを使っとるというのよ。コラージュとか入れずに、例えばポケットつけても、もうなんてポケットつければ、例えばここの柄のねポケットつけたらもうこれだけ、ここに何かをコラージュするってことはなかったから、そういう時代があるもんでね、私はもともとそのかわいい、結構シンプルよりは絵がいっぱいある方のペーパーの方が本当は目はいくの。でも最近この去年からずっとコラージュの勉強してるもんで、自分がしやすいように、例えばさ、こういう風に入っとった時にさ、この出来上がっとるこの図柄のとこにどうコラージュしていいかがわからんのよ。となると、シンプルなさ、さっきで言うならば、言い方変えればお花とかやったらもうバックが、言い方変えればもう背景みたいなもんや。そうするとまだコラージュとかもしやすい。まあちょっと花があると、まあお花の置き方に悩むから、そうなるとね、もうちょっとさ、あと出る、ちょっと待って。次これね。で、これね、もういかにも平袋作ったらここにコラージュさせたいって感じだろ。いいと思わへん。すぐそういう手抜きを考える。そう、コラージュ始めた時は本当にこういう感じがいいのよ。無地のとこになんかするぐらいの方が。ね、これいいよね。で、最初はこういうシンプル系をね、じゃないとさ、難しいやん、コラージュって。で、こういうのに、なんかベースになるペーパー貼って、コラージュってやっとったけど、まあ、ペットテープと出会って、ペーで止めるんだって、こういうのでも、さっきのガラガラしたんでも、いろいろね、背景反映させたくなかったら、何やっけ、コピー用紙にね、先にコラージュして、それをポンって貼ってもいいし、別に裏のこういう柄がね、全然もう映ってもいいわって時はそのまま直で貼ればいいしと。ちょっとずつね、悪知恵じゃない、創意工夫ができるようになっている。これ見てないね。これシンプル、ほんとシンプルなやつ。チェック。ね、悪知恵ってね。そうなんです。こういう素敵系も好きな。だから何が好きって言われて何でも好きだけど、結果的には。どの系統が好きっていうのは、それはね、
なんちゅうかな、おじさん臭い柄は好きじゃない。ゆっとり見分かってくれるかな、おじさん臭いっていう。どういう意味って聞かれたんだけど、あと、なんて言えばいいやろな、あんまり好きじゃないって言い方おかしいね。好きじゃない、好きじゃないでええんか。嫌いって言ってないもんね。好きじゃない系統っていうのはある、確かに。嫌いっていう系統は基本的にないんだけど、好きじゃないっていう系統もあるのよ。まだお茶飲まして。おじさんの絵とかは嫌いって言うんだ。嫌いっていうか苦手。好きじゃないけど苦手っていう感じ。嫌いじゃないのね。嫌いってのはちょっと失礼すぎるやろ。そこまで。これさっきの楽チンペーパーとしてね、平袋作って、こうやって作って、ここにね、もうここまでしてもうたったらさ、コラージュ、うんのよもさ、もう本当にちょっと、ね、何かのステッカー1個2個貼ったらええんちゃうっていうのがもう私な。まだそんだけのレベルな。ここの、このスペースに目いっぱいコラージュをしろって言われると、それは無理な。あ、私裏見せたっけ？あ、見せたよね。見せたよねって。ほぼほぼ一緒です。違うけどね。これ。ちょい違うけどね。よくいな感じ。でもここが違うでね。欲しかった。時代こんだけに撮ったらどっちかだけ選んでないんちゃうって言われてたけど、違う。両方と欲しかった。というか、ちょっとカラフルになってきたけど、なんていうのかな。くすみカラー系っぽいような色。こっち見たらかわいい。お花ってさ、まあもともとお花大好きやもんでかもしれんやけど、いいよね。なんかお花見とるとめっちゃ癒される。こういう感じ。これもね、ちょっと色がいっぱいついとる。よいよき。こっち向きかな、上。もうどっちが上かわからんのよね。あ、でもさ、こっち見たらそうやな、こっちが上っぽいな。ん？え？そやの？私も逆？え？違うな。え？まあいいや。え？え？って言いながら。じゃあこんな感じ。まあその時のね、ペーパー取って、自分が上にした方が上にすればいいやろ。結果はそこかいって言われそう。まあそうよね。ペーパーの使い方は自由もね。これもね、好きなのね、これね。もうバラ好きやしね、そもそも。これ見た方がいいかな、これ。で、こうやな。はい、こんな感じでございます。でもバラとか、もう花全般好き。めっちゃ好き。山に住んどった時に、毎週3000円以上はポットね。ポット、だいたい安いで、一個100円ぐらいの植木のね、ポットあるやん。あんなん100円とかで売っとんのとか、あ、高くてもどうや、まあ、一個ぐらいはね、数百円、五、六百円するの買うかもしれんけど、だいたい100円とか100円以下のものをね、たくさん植えるもんで、そういうのを狙って買いに行って、まあ、中には200円、300円するものもあるけど、そういうのも混ぜながら、だいたい平均3000円から5000円ずつを毎週買いに行っとった。あら、こっちの結構素敵ね。そう、ぐらいガーデニング好きで、そんなに植えるとこあるのって聞かれそうなんやけど、山の土地は広かったからあるのよ。フェンスの内側、フェンスっていうな、フェンスの、あ？じゃあ、フェンスの外側に、施工会社の人にね、作ってもらったフェンスと、なんて花壇みたいなとこあって、自分で、道路沿いのところに枕木で作った花壇があって、フェンスの内側にワンコにいたずらされるの前提で、かじってもね、毒にならないだろうって言うけど、ちゃんと調べたって言われたら困るけど、だいたい、まあ、こういうのあかんよとは聞いとんで、それ以外のものを植えとった。まあ、かじられたら、ああって言える程度のね。まあ、そういうのは逆にかじらんねんけどね。それぐらいね、ガーデニング大好きで。で、毎週行っとったら、当然植えるとこなくなってくるんちゃうのってなるやん。
そうなったら、まず周りが山やもんで、まあ、隣のおばちゃんとね、おばちゃんも、ガーデニング好きやったもんで、あ、まあ今私はおばちゃんだけど、その頃私また30ぐらいやったで、30じゃないな、28で建てとんで、28くらいだけね。おばちゃんがまだ全然周り家ないで、隣のおばちゃんとうちぐらいしか住んでなかったもんで、勝手にね、その、空いとる土地、まだ造成も何もされてない山になっとるところ、道沿いの反対側がもう山の斜面みたいなとこやったで、そこのとこにね、勝手に、もう、まだ咲く花を植え替えたいときに、そこにね、こうまとめて植えて、道の向こうも花壇みたいな感じで、これはこんな感じ。さっき裏見せたっけ、こんな感じね、さっきの。そうやってね、やっとったのよ。あ、こっち素敵やね。なんか、布のね、見えるかわかるかな、 レースじゃなくて、なんていうの、フリル。レースがついて、布がフリル、フリルってあったのかな、うん、多分そんな感じ。おばちゃんとね、なんやかんやしてました。毛虫のいっぱい出る時期はおばちゃんと一緒にね、毛虫取りに励んでみたりね。これは、これは珍しくブルーって言いたいとこないけど、違うの。これはね、トレペさんなんです。実はほら、だから一枚取らないと見えんね、ほんとに。こううっすら、いいでしょ。ちょっと待って、これトレペさんを紹介したけど、トレペさんにトロッポって、トレペさんになっていいんやろ。トロッポじゃないよ、トロッポって言ったけど、ね、さっきね、トレペさんチーム、次もトレペさんチーム、さっきのね、この直前の柄と一緒のよう、一緒の柄かな。あ、しょっちゃう柄は違うね。え、これもトレペちゃうよね、これは普通ペペね、これトレペなんですよ。トレペってこれだけでいいときにはね、今頃って言われたけど、今頃知った。トレペちゃんね、あらま、かわいい。結構色合いがはっきりね、見える、はっきりはっきり出てるの、1枚で。すっげえ、すっげえって、まあ、重ねればね、こうやってはっきり何が分かなるのかんけど、そのはっきりはっきりパキって、あ、出とるか。いい感じ、よいしょ。ラスト、とうとうラストになっちゃいました。あれ、開けてない。ちょっと待ってね、開けるから。見えてないや。ああ、何これ。ああ、通知がね、腕時計に来るように設定したもんで、腕時計ずっとね、どっかになくなっとった。忙しくて探す暇がなくてさ、やっぱこっちが上かな。まあまあ、その時の気分次第で使う時に考えて、開ける方向は一定方向がいい。よいしょ。はい、こんな感じ。こんな、おぉ、手前よって。はい、こんな感じでございます。これもきれいな、7色に色が変わったのよ。まあ、これ見てもらってわかるようにね。こんな感じで。綺麗よね。トレペよ。使うのもったいなくて、を使わん。ということでね、ドドーンと、はい。はい、ドーン。こんだけ厚み。はい、ドーン。購入させていただきました。はぁ、いっぱい持ってきた。以上で終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。